しい、非常に難しい。ダメでした。あのちょっと気分転換に店内の様子を見たいなと思います。ここはねこういう風になる予定だ。すいません、一撃4500万。あー素晴らしいじゃないですか。みんな頑張ってるな、いい引きしてるな。なるほど、あと1時間半、時間半で2000枚、もう当たらないと無理だ。なんか頑張れる気がしました。頑張ります、頑張れる気がする。みんな頑張ってるから頑張れる気がする。これでまた1000までハマったらって考えると怯えてますけど、早く当たるような気がする。また早く当たるように頑張ります。6枚目投入。やばいな本当に。3回目の1000ゲーム以上ハマるのはさすがにつらい。何か起きてくれたらいいのに。これ結構いいやつ、デメの中でも結構いいやつ。 V のハサミは真ん中キス、わお、期待できる期待できる。346ゲーム、よかったよかった、本当によかった。投資が59本。あーよかった。今日はケルベロスばっかり。さあ50以上、何かがおかしい。
ポンポって当てて70ゲーム抜けて残り10ゲーム何かがおかしい。無理かもしれないって思っちゃった。もうちょっとな調子乗ったからね、2回連続ミッションクリアしてハーデスに1日挑むっていうのが、天国はなさそうです。もうやばいです。いや本当に引いてるのは引いてる方は6回引いてるのにな。本当に修行って感じ。修行番組だけど本当に修行って感じになってる。それみんな興味ある？シズル24歳の思い出語って興味あるかな、大丈夫かな。とりあえず7枚目用意しとこ。24歳、何にもなかったことはないけど、25歳の目標は静かに任せで、静かに任せのもうちょっとちゃんとしよう。本当になんか危ないから、いろいろと危ないから。くそー、また一つ大人になるわけですから、しっかりと考えて立ち回っていい番組にしていきたいなと思うので、皆さんよろしくお願いします。この行き地で何人目でしょう。さて問題、この行き地で一体何人目でしょう。そう、大正解、7人目でございます。あ、さあさあさあ頑張ろう。会ってないもん。なかなかやりよるな、ハーデス。まあもう勝つことはもうほぼほぼ無理でしょう。相当だな。でも久しぶりにこんなにユキチさん入れたかもしれないです。今日で今月の数値が今マイナスになってた。わあ、
静かに任せの収録こんな形で終わってしまったんですが、あとはまあエンディングでお話したいと思います。お疲れ様でした。撮ってんの？始まってるの？いやー本当にね、ガクンですよ、ガク。せっかくね、さっき話したんですけど、久しぶりに茨城店さんなんですよね。一回ミッションクリアしたことなくて、今日こそはとなったらもう貴重貴重でした。私ズームしなくていいということで、今回ミッションクリアできなかったということで、豪華景品の方はプレゼントできません。申し訳ございません。七瀬静香の質問ですね。クーッとクーやらないわそんなクーッと下がったということは、また次回頑張りたいなと思うんですけど、負けたら私物プレゼントとなっております。でももう勝つもんだから持ってきてなかったんですよね。もう勝つもんだとてっきり3連勝なんて楽勝ふいふいと思ったんで、なのでこのどっかのガチャガチャでゲットしたこうネックレスをプレゼントしようかなって、あのラブって LOVE ほらを勝者プレゼントとしてプレゼントしようかなと思うので、まあ男性の方でもぜひ、女性じゃなくてもぜひこれをですね身につけていただいて、ハーデス打っていただけたらなと思います。あのまたあの番組のお便りの方に欲しいという方、ぜひ応募の方よろしくお願いします。次回こそはですね頑張りたいと思いますので、皆さん25歳になった私七瀬静香のことも応援の方でよろしくお願いします。それではまた来週。任せって言えない、今日言えない、任せって、こんだけ負けたから、こんだけ負けたから任せって言えないけど、言っていいですか？いい？じゃあなんかそんな風にためられて言うのってなんかすげえ恥ずかしくない？だってちょっと待って、そんな顔で見ないで早く終われよみたいな顔で見るのなしなし。うん、違うよ、ガチャ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 で全然無理、違うって、ガチャガチャだって、ガチャガチャだから。はい、それではまた来週もお楽しみに。静かに任せ。そこ寄ってくれないんだ。寄ってる？